モニター開発で50代称モニター専門家モニケンです。今回は BTO ゲーミング PC 販売の大大手でもあるドットパラのガレリアについてご紹介いたします。ガレリアはゲーミング PC の購入を検討したことがあるっていう人なら、聞いたことがないっていう人はいないでしょう。そう、僕はガレリアでも有名なあのガレリアです。ゲーミング PC を初めて買ったのはガレリアっていう人も多いですし、名実ともに日本でもトップクラスの BTO メーカーです。じゃあガレリアでゲーミング PC を買おうって思っても、どれを買えばいいのかわからないっていう人もいるでしょう。そこでこの動画では、ガレリアを買うべきおすすめポイントと、ガレリアのゲーミング PC のおすすめモデルを紹介したいと思います。それでは行くぞ。ガレリアのおすすめポイントその1、出荷スピードが爆速。ガレリアは BTO メーカーの中でも出荷スピードがダントツで速いです。最短でね、注文当日に出荷されて、翌日には手元にゲーミング PC が届くこともあります。注文から3から5営業日くらいで発送っていうメーカーが多いですし、メーカーによっては10営業日とかのところもある中で、この発送速度はかなりすごいですよね。当日の15時40分までに注文確定すれば当日中に出荷してくれます。マジで早い。注文したら待ちたくない、できるだけ早くゲーミング PC が手元に欲しいっていう人や、あさって発売の PC ゲームがやりたいのにゲーミング PC がぶっ壊れたといった、すぐに PC が必要な人はガレリアがおすすめ。ちなみにお届け目安はこんな感じ。赤いところが翌日お届けの地域で、青いところが翌々日お届けの地域です。ガレリアのおすすめポイントその2、48回までの分割手数料が無料。もうみんな知ってると思うんですけど、ゲーミング PC って高いんですよ。一世代前のエントリーモデルとかでも12万とか13万くらいしますし、最新のねハイエンドモデルとかになってくると、もう30万円を超えるのも普通のレベル。それを一括で払うってなると、学生はもちろん社会人でも結構痛い出費です。しかしガレリアは分割払いの手数料が48回まで手数料無料、ドスパラが負担してくれます。だとね、48回払いとかになってくると手数料がね、年率 11.79% とかかかってくるんですよ。なのでね、分割の場合20万ぐらいの PC でも3万5000円とか通常より高くなるんですけど、ガレリアならそれがね全部タダ。以前某プロゲーミングチームのオーナーが、分割手数料無料やねっていうのをツイッターでアピールしたら燃えましたが、あれはマジで謎ですね。分割手数料無料なら分割払いにするデメリットゼロですよ。48回払いにすれば月々約4300円で21万円のゲーミング PC が買えちゃいます。お金のない学生や新社会人にはマジでありがたいですよね。月々のバイト代でも賄えちゃうのはでかい。マジでゲームがやりたいっていうなら、スタートは若ければ若いほど有利ですからね。僕も高校生とかからゲーミング PC でゲームしたかった。一括は無理でも分割なら買えるっていう若者には、ガレリアの分割手数料無料はガチで熱い。ただし分割払いにも一応審査はあるので注意しましょう。ガレリアのおすすめポイントその3、サポートの質が高い。ドスパラのサポートがひどいみたいなレビューを見たことがある人もいると思うんですが、実はこれはかなり昔の話です。現在はね、電話サポートは24時間365日年中無休で対応してくれます。安い BTO メーカーは平日の10時から19時のみで、社会人無理ゲーやんみたいなサポート対応になってるメーカーも多いですし、24時間年中無休サポートはガレリアの魅力でしょう。また無料でついてるサポートは1年間の自然故障保証ですが、有料で保証を最大5年に延長することも可能です。また月額980円とちょっとお高いんですけど、セーフティーサポートをつけることで、自然保証以外にも水をこぼしたとか落としたみたいなアクシデントによる物損にも無料で対応してくれます。ゲーマーはねマジでやる人結構いるんですよね。エナドリこぼして PC にぶっかけちゃう人とか、心配な人はセーフティーサポートに入っておくと安心です。ガレリアのおすすめポイントその4、コスパがそこそこいい。あくまでそこそこです。価格はねめちゃ安いわけじゃなくて、普通からちょい安くらい。僕がよく紹介してるフロンティアとかモニケンコラボ PC を出してるストームなんかの方が価格だけで言えば安いです。ただ先ほど紹介した分割手数料無料やサポートの手厚さ、出荷スピードの速さといったドスパラにしかないメリットを考えると、コスパは十分いいと思います。画面右に表示されてるこの楽天ポイントとか
ドスパラポイントのポイント還元を利用したり、頻繁に行われているセールとかキャンペーンのタイミングを狙うと、さらにコスパがグッと上がることもあるので、積極的に狙いたいですね。当チャンネルでもよくセールやキャンペーンを紹介しているので、チェックしてみてください。ガッリアのおすすめポイント、その後、有名配信者とのコラボモデルが充実している。ベイジーラクーンや渋谷春さん、タカさん、V スポなど、大手配信者や事務所とのコラボモデルを多数販売しています。めちゃめちゃ PC のデザインが凝ってるっていうのは、DR コラボくらいなんですけど、限定ステッカーや限定の壁紙なんかがついてきたりするので、応援してる配信者がいる人はぜひ検討してみてください。購入して SNS に写真を投稿すればスパチャより喜ばれるかもしれませんよ。で、ここまでね、ドスパラガレリアの魅力を語ってきて、ガレリアのゲーミング PC を買いたいって思った方もいるんじゃないでしょうか。デスクトップ PC のモデルだけでもね、これだけありますからね。もうこの表全部こんだけあったらね、そりゃ迷っちゃいますよね。そんな迷える初心者におすすめのモデルを紹介します。それがね、このちょっと上にあるガレリアのおすすめゲーミングデスクトップ PC コーナー。ここにね、おすすめのデスクトップ PC 上位3台が並んでて、これが実はめっちゃおすすめ。もちろん一押しは1位のモデルではなく、3位のモデルが個人的にめちゃめちゃおすすめしたいモデルなんですよ。ガレリア RM5C R46T。 なぜこのモデルが一番おすすめなのかというと、1位と2位のモデルに比べてコスパが一番いいからです。スペック的には CPU が Core i5 13400F、 グラフィックボードが GeForce RTX 4060Ti8GB。 最近の PC だとミドルスペックの定番の組み合わせですね。 Apex Legends や Overwatch 2、 Fortnite みたいな人気の FPS ゲームでもフル HD なら 240fps 出すことができるので、とりあえず悩んだらこれを買っておけば間違いないです。で、実はこのモデル、先ほどのおすすめゲーミングデスクトップの1位のモデルとの違いがほとんどないんですよ。ただ CPU が Core i7 13700F か Core i5 13400F かっていう違いがあるくらい。1位のモデルの方が Core i7 13700F なので CPU スペックが高いです。でもぶっちゃけこの CPU スペックの差はゲームプレイの快適度にあんまり差が出ません。ゲームプレイでね、一番重要なパーツである、もう心臓とも言えるグラフィックボードがね、 RTX 4060Ti8GB モデルで全く同じものを使っているので、このね、 CPU スペックの差は1位のモデルの方がちょっとだけフル HD でゲームをプレイするときにフレームレートが上がるかなっていうくらい。といっても一部の軽いゲームで 240fps が 300fps に上がるっていうくらい。フォートナイトのね、パフォーマンスモードとか、そういうね、ごく一部のゲームでの差なので、ほとんどの人は Core i5 13400F を搭載した3位のモデルで十分だと思います。 WQHD とか 4K でのゲームプレイはそもそもね、グラボの性能的に CPU を変えてもフレームレートはほとんど変わりません。ただ動画編集を本業や副業でやっているっていう人は Core i7 の1位のモデルの方がストレスなく作業効率が上がりますね。とはいえ、これもね、ごく一部のクリエイター向けの用途ですね。なので初めてのゲーミング PC を買おうとしてるっていうくらいの初心者なら Core i5 13400F を搭載した3位のモデルがおすすめになるっていうわけです。数々のゲーミング PC を見てきたし、相談にも乗ってきた僕が人におすすめするなら3位の RM5C R46T 一択ですね。ゲームプレイの性能はね、ほとんど変わらないのに、価格がね、169,980円と204,980円なので35,000円違うわけですからね。35,000円はでかいですよ。フル HD ならね、 165Hz のかなりいいモニターとか、 WQHD144Hz の安めのモニターが買えるくらいの差です。これくらいの差があるなら3位のモデルを買って、予算を節約してモニターやヘッドセットなんかのデバイス周りにお金をかけた方がゲームプレイの満足度は高いです、マジで。その他のスペックとしては、メモリがね、 DDR4 で 8GB2 枚の 16GB、 ちょっとメモリは少なめですが、この価格帯だと他の BTO メーカーもだいたい 16GB ですね。プラス1万円で 32GB、 16GB2 枚出しの 32GB にカスタマイズできるので、予算に余裕がある人は 32GB にパワーアップさせるのがおすすめです。
実際このモデルをカスタマイズした人の 82% はメモリを増やしているとのこと。ゲームをしながら配信したり動画を見たりといったことをしたいなら 32GB あった方が絶対安心ですね。データを保存する場所である SSD は 1TB、 これ地味に嬉しいところで、この価格帯だと 500MB の BTO もちょくちょくあるんですけど、 500MB だと重たいゲームを複数本入れたりフリップ用のゲーム動画を保存したりするとすぐパンパンになっちゃうんですよね。なのでデフォルトでその倍の 1TB あるのはかなり嬉しい。ちなみにこのね Gen3 っていうのは SSD の規格なんですけど、下の方にあるねGen4 にしても体感で分かるほどの違いは出ないので、初心者が5000円出すことの価値はありません。 SSD はねカスタマイズなしでいきましょう。でも動画編集とかを本格的にやりたいから容量は多めがいいっていう人は、こっちのね追加ストレージで 2TB の HDD を8500円で増設しましょう。 HDD は SSD より処理速度が遅い代わりに安いです。ゲームはねデフォルトで付いてる 1TB の SSD の方が読み込みが早いのでおすすめなんですけど、動画とか写真とかね頻繁に使わないデータの保存先には HDD を使った方がコスパがいいのでおすすめです。内蔵 HDD が 2TB で8500円なら全然ありよりのありゆべってるち。今ねカスタマイズは基本的に必要ないかな。で周辺機器の方もモニターとか、まあ、ヘッドセットとかキーボードとかいろいろつけることはできるんですけど、ここで買う必要はないです。選択肢が少ないので、パソコンを買った時につくドスパラポイントを利用してドスパラで買ったり、 Amazon とか家電量販店で自分好みのものをねちゃんと選んだ方が満足度は高いでしょう。唯一ねこのサービスのところのセーフティーサービス、そして延長保証、この2つは検討してもいいですね。延長保証は自然故障の保証が延長できて、セーフティーサポートの方は先ほど言った通り水をこぼしたりといった物損もね月額980円で対応してくれます。 BTO のメリットである保証を生かすために入っておくのは選択肢として十分ありですね。下のね初期設定代行とリカバリーメディア作成はいりません。 YouTube で調べてください。なんなら僕の動画でもねゲーミング PC が届いてからゲームをプレイするまでの流れを紹介しているので、それを見て設定してください。動画のリンクを貼っておきます。パソコン何でも相談サービスも同様ですね。今時は YouTube で調べれば大体解決します。保証以外は無視でファイナルアンサー。そしてお値段は 169,980 円。10万円台で買えるのはありがたいですね。ちなみに48回分割払いなら月々およそ3600円で買えちゃいます。バイト代どころかお小遣いでも払えちゃう。お買い得ですね。メモリと外付け SSD を増設するとこんな感じ。188,480 円。まあ、ちょっと値段は上がるんですけど快適度は上がりますね。自分好みにカスタマイズしましょう。ちなみにこのモデルはマインクラフトが無料で付属してきます。あと PC ゲームが100本以上遊び放題のサブスク、 XBOX ゲームパス、アルティメイトの30日無料体験もついてるので遊ぶゲームには困りませんよ。エントリーからミドルスペックくらいのゲーミング PC を10万円台で買いたいっていう人はこいつがマジでおすすめですね。コスパも悪くないしゲーミング PC デビューにもおすすめできるモデルだと思います。というわけで BTO メーカードスパラのゲーミングブランドガレリアについて紹介させていただきました。結局ガレリアはどういう人におすすめかっていうと、価格だけじゃなくサポートも重要視する人、自分でパソコンの中身を開けてパーツを変えるなんて絶対やりたくないっていう人、本当に何もわからないけどゲーミング PC を買いたいって考えている人といったガチガチの初心者が初めてのゲーミング PC を買うにはおすすめのメーカーだと思います。価格だけで言えばもっと安いメーカーもありますし、逆に価格が上がってもいいならカスタマイズ性が高いメーカーもあります。ただサポートの手厚さや翌日発送可能という発送スピードの速さ、48回までの分割手数料無料などドスパラならではの魅力もたくさんあります。それらを考えると初心者がガレリアでゲーミング PC を買うっていうのはかなりいい選択肢と言えるんじゃないでしょうか。今回おすすめモデルとして紹介したガレリア RM5C R46T の製品リンクを概要欄に貼っておくので、ぜひそちらから気になった方はチェックしてみてください。こんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!